星雲や、この下闇は涼しけり、おいのびたるぞ海外しけり。沖縄の申した通り、心が静まり強くなったようだ。また読んでみよう。酒井、巴湯の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴湯の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴湯は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴湯と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう？もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。
巴には他に何を。余さず教えた。長尾、そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。ふぬけばかりか。ネギオン発信だ。そちらの精鋭を出せ。巴はおりません。進むぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同士討ちさせて島を取るのだ。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど権や富や地位を求め、本意などたやすいものよ。いずれにしろ二人は執事を疎んじておったのでしょう。優しさは身を滅ぼすぞ。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ。孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過つなよ。敵襲。どうしよう。
蛇の住処もあと一つ。来い。お前はいかにして弟子に。父親の粗末の夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって。まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。Zum nassen Busch kommt, Jill! Zum Schumgen aus Schickbolson, Jum Alagda, Marta Nadha! Thank you.
石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、影。